そのアルハンブラの森の楽譜をつい7月5日に発売しました。ギターではとても有名な曲で皆さんも多分聴いたことがあると思うんですけども、ぜひピアノでも皆さんに弾いていただきたいと思って編曲したので、ぜひグラナダのアルハンブラの写真とともに聴いて